して今回ですけども福袋4つ全部取りたいと思います。この鍵を振り下げてゲットする。1234番全部鍵ゲットしたいと思います。はい、実力やっていきましょう。結構ね、この実力は難しいやつですね。前にやったバーバーカットと一緒なんですけど、ちなみにこの音声は後から入れてます。難しいのは水打ってますね。なかなか惜しいんですね。 OK OK OK。 ここでちょっと冷める。これね、一発でこれね全部落ちると思ったんですよ。ただ一発で落ちたくないっていうね。しかも高さもねきっちり合っとかないと下に落ちていかないんですよ。何回も何回もこういう風に下にずり下げていかないといけないタイプなので、一発ゲットは100パーできないタイプですよ。で結構うざいんですよね。紐が異常に長い、長すぎやるっていう。でも結構ね、なってきたらいい感じの精度でいくんですよ。だいたいね、8割ぐらいいってましたね。OK。 あ、ちょっとちょっとちょっと押したんじゃない。意味ね、意味ね、殺したから。青木さん、 OK。 このゲット1個目で2番ゲットしました。はい、ここから早送りでやっていきます。もうやること同じなので、もうずり下げるだけ。どん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 ずり下げていく。女の子のパンツをかけていくと、どんどんずり下げていく。いいですね。ずりまくってますね。これ1000回ずったら、1000回ずつになりますよね。オッケー。もうちょっと。もうちょっとよ。はい、オッケー。1番、ゲットしました。で、ここから3つ目ゲットします。もうさらに、倍速早くしてます。早っ。6ね、3つ目ね。はい、4つ目。4つ目もめっちゃ早い、めっちゃ早い。オッケー、よっしゃー、落とした。ゲット。1番切ってますね。7000円くらいかな。で、ゲットしました。これ鍵開けていいみたいなんで、今から開けたと思います。いきますか、7番から。あー、すげえな、これ鍵自分で開けれるってええな。うん、確かにな。おーい、ええ音やな。おーい、おー、すごい軽い。結構あ、軽い。何が入ってんの。謎やな。これ家帰って開けたいと思います。うぃー、2番目。はい、ゲットの。はい、これ夢やな。子供の夢やで、こんな。後ろ入ったのかな。ちゃうやろ、絶対。全部違うもん入ったのかな、多分な。はい、3つ目。4つ目。実はね、これね、俺ね撮ってる間にもうすごいね、子供たちに見られてて、7人ぐらい、ね、近くいるんですよ。だからこれ1個あげたいと思います。これもう中見てない。誰かあげるわ。じゃあちょっと2人の子供来てくれたんで、とりあえずもう福袋1個ずつあげたいと思います。ちょっともうこれあげるわ。中身見てないから、ちょっと今見て。なんだこれ。結構あるの。ゲーム入ってた。ゲーム入ってた。ゲーム入ってたぞ。ゲームメタルギア、メタルギア入ってた。すげえな。終わりこれ、終わり。あともう1個、これこれあげる。はい、中身ちょっと確認します。お、フィギュアやん。フライングボールっていうなんか飛んだ。あー、嫉妬なやばいな、これ。これちょっとまあ、いらんと思うけど、持って帰っとけば。ありがとう。ありがとう、俺も。あ、いる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 。マジか。マジか。やばいやばい。負けろ。まあ、高いの。オッケー、見よう。高い。あ、いつしてもいいな。あ、しょぼいな。確かに。これだけや。何やそれ。じゃあまあ、とりあえず、これだけじゃ、戦利品持ち帰ってね。またこれは家で開けたいと思います。はい、じゃあ今回はこれで終わります。ありがとうございました。はい、じゃあラストの福袋ね、店長の目の前でこれも開封しようかなと思います。どんなもんが出るんか楽しみやな。これ開けしてもらいながら、じゃあまず1個目。おい、ドン。ヘアリーテールのチャーム付きポーチ。次、いや結構重い。おミッキーマウスのフューチャーサンドセット。次世代の砂遊び、固まる崩せる。こちら福袋、お前3つしか入ってない。こんなでかいね。ダダン、謎の小包み。おお、ゲームや。陶器殿。これ全部で全部で全部でいくらですか。ちなみに、はい、袋見せてもらっていい。これ分かるんです。もうなんか金色の福袋見た時点でなんか漂うはずでしゅうね。中身は3つだけですか。中身3つだけです。全然服運んでこいやん。それやったら崩したりして遊べるとかどうかな。次世代の砂遊びやから。これ PSP なんか今売れるんか。これじゃあ PSP なんです。まずもう新品わかんないです。もう謎ですね。知るかと思いますけど、多分めっちゃ傷だらけやねん。これ気になるな。
すごい。これ当たりかもしれない、もし前回も金色の福袋でろくなもん入ってなかったんだよね。でも違う店なんですけどね、今回は良心的なとこないんかな、もうちょっとな。確かにな、ちょっとぐらいなんかさ、人の心みたいな出てくれて目と前だな。これゲームセンターじゃないよね。え、これゲーセンですよ。ゲーセンなん、はい。結構難しい実力機なの。結構まあまあまあ、僕は結構うまいんで1個、まあ2000円ぐらいで出てきますけど、これおよそね。すげえな、2000円でこれやったらテンプシーロール食らわせたんださて、行っていい？はい、ぶっちゃけで言っちゃうと、はい、この2つに関してはほうほうほう、よくわからん。ああ、わからん。未知、まあ、奇妙品って書いてある時点でお察しやねんけれど、はい、ジャン的なものはないんだよね。正規のルートで来たじゃないと思う。うん、違うっぽいな。まあゲームセンターの景品やったらジャンコードがなくても不思議ではないんやけれども、まあ、ちょっと怪しげな、ちょっとマネー的なものにはならない。まあ、これはもう、うん、ならない、うん、これはね、見たことないんですよ、カタログとかで。まあ、ディズニー系は僕も最近あんまりチェックはしてないんで、はいはいはい、漏らしてる可能性はあるけれども、そもそもこのでかい福袋の中に3個しか入ってないうちの1個にこれを入れるかっていう話だよねどう考えてもオーバースペースこれぐらいで、ね、A ぐらいのレベル。確かに。なんでこれに入れたんやっていうの。もう見せかけやな、売れるからな。で、これが一番高額やった。まあそりゃそうですよね。うん、10円うーわうーわやったね、平等院鳳凰堂が帰ってくるよ